スノーマン佐久間大介、渡辺翔太、阿部亮平、向井康二、エンパイア、キレッキレのソロクリップが一挙公開。未公開シーンも収録。サックンダイナミック、ショッピー横顔が綺麗、阿部ちゃんスタイル良すぎ、マッサマンと同一人物とは思えない康二、スノーマン公式 TikTok にて、佐久間大介、渡辺翔太、阿部亮平、向井康二のエンパイア、ソロクリップが公開された、シャープ未公開シーンというタグも付けられている。これまで TikTok では、ラウールと宮舘涼太のエンパイア、ソロクリップも公開されている。エンパイアは SnowMan が10月30日にリリースするフォースアルバムレースのリードトラック。YouTube では、スペインバルセロナで撮影されたエンパイア、メガボルトが先行公開されている。今回公開されたのは、衣装や背景、髪型などが次々とチェンジしていくショート動画。佐久間のソロクリップは、池に架けられた橋の上で佇むシーンからスタート。屋内、屋外とロケーションを変えながら、ピンクの髪の毛を鮮やかに振りながら激しくダンス。細やかなステップなど高いダンススキルを見せつつ、最後はチャーミングなダブルピースで締めくくっている。美女爆発、サックンダイナミックなどといった声が続々と到着。